越前そばの里に来ました。これからそば打ち体験行ってきます。行ってきます。 OK 行こう。アルコール消毒にご協力ください。はい、アルコール消毒にご協力ください。そば粉が7割、強力粉が3割、7対3のおそばになっています。で、大体2食分できるようになってます。いきます。ちょっと後から使っていって終わったりしますね。粉を平らに広げてください。難しいな、すごい丁寧ですね。真ん中お水、こちらまず半分だけ真ん中の穴に入れてあげてください。大体で大丈夫です。半分ちょい多めで気持ちいい、大丈夫です。ちょっと覚えて帰るんで、今日は。めっちゃ固まってる。ちょっと固まりすぎか。固まりすぎ手のひらでお蕎麦を回しながら、まん丸平らに伸ばしてください。厚み大体2センチくらいになるまで。まん丸くできると、この後均一な長さのお蕎麦が出来上がります。丸にならないですね。茹でたらどうなるんですか？茹でたら大体上も横も2倍に膨らむので。あ、膨らむんですか？やば。膨らむ。早く言ってくださいよ、それ。うわ、やば。よいしょ。よし。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ヤマロさん、マジですか？いや、違う。もっと細くするから。あ、そうですか。お待たせしました。いい感じに出来上がってます。もうできたんですか？早っ、はい、失礼します。ちゃんと分けて茹でました。めっちゃうまそう。すごい美味しそうにできます。キラキラ美味しそう。うわ、美味しそう。もううまそう、それ、うまそうじゃないですか。いただきましょう。はい、ありがとうございます、はい、いただきます。いただきます。すごい。腰がすごいね。おいしい。うまい。これはうまいな。うん、うまい。ただでさえおいしいのに、やっぱり自分で作ったんで、はい、2倍おいしいです。全然太さが、まばら。気にならなくないですか、別に。うん。なんか。眉。眉です、眉。最高。これはいくらでもいけますね。うまい。明日も来るか。行きましょう。うん。おいしい。そば打ち体験して、はい、どうでしたか？そうですね。初めての体験だったので、難しさと楽しさがあり、まあ、実際自分で作ってみて茹でてきたら、麺が細かったり太かったり、まあ、いろんな食感が楽しめたので非常に美味しかったですし、まあ、貴重な経験ができて良かったです。ありがとうございました。初めてそば打ちしたんですけど、やっぱ自分で作った方が美味しい料理って美味しいなと思いました。で、そば、腰が強い方が美味しいです。皆さんぜひ来て自分で力強く打って美味しいの作ってください。美味しかったです。福井ユナイテッドと武井製麺さんとのコラボ商品ユナそばがオンラインストアで販売されています。ぜひ皆さん購入してください。いいね、いいね、いいね。ではいいよ。ではいいよ。で、下も。あー、いいね、いいね。かっこいいな。